どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、リュウごとくオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。びっくりしたよ。びっくりした。びっくりした。本当にびっくりした。うん、早くない？これね、ポチね、あのね、遅めのね、昼ご飯食べながらね、そうだね、開いたら、ええ、バーンって出てきて、えっ？はい？ってなったよね。うん、久しぶりにちょっと言葉を失うというかびっくりした。ね、えって本当だった、ついこの前だったでしょ。ちょっとペース配分どうなってるんだろう。ね、本当にね、もうポチのもう中ではもうね、あのもうこの次のスクラッチですよ。ゴロまじまいにもうね、心が言ってたから、うん、そうだね。もうあ、出るんだ。そうだね。びっくりしたよ。間に来るんだ。しかも東京ゲームショーでこういうの発表したらいいのに。なら、って思いつつ、来ましたね。ブラックフェス第2弾ってことですね。ね。荒川真澄と。はい。まあ、まださ、悪役なのかもわかんないんだよ。そうなんだよね。ブラックかどうかがさ、ストーリー出してくれ。そう。判断できんわ。これ見る限り、じゃあゴリゴリの悪役ってことだね。そう。しかも荒川さんもさ、ずいぶん最初の方にさ、ちょろって出てさ、その後全然見てなかったからさ、あ、こんな顔だったって思って、顔見えてないけど、こんな感じだったなって。久しく忘れちまったよ。見てみましょう。びっくりした。かっこいいけどね。それはかっこいいんだけどね。9% ですね、また例によって。へぇ。はい。いや、かっこいいよ。かっこいいよ。それはかっこいいよ。やっぱりね、ええ。かっこいいわ、荒川さんは、うん。はい、じゃあ、リーダースキル、バトル開始時に味方のヒートゲージを200増加。うん。で、バトルスキル、クールタイム12で攻撃力の高い味方3体、競争、24000ダメージまでヒットポイント減少無効と、うん、8秒間、会心率 80% 上昇。うん。で、ヒートアクション、消費ゲージ2のクールタイム20。うん。攻撃タイプの味方のスキル、クールタイムを 24% 進行。うん。で、アビリティ1、バトル開始時に味方全体のヒットポイントを 50% 回復、うん。で、バトル、アビリティの2、うん、味方全体の会心力を 12% 上昇。うんうんうん、で、闇討ち、氷が。で、体力は 27,540 の攻撃力 3,473、うん、防御は 4,545、うんうんうん、の速度は263と。はい。あ、で、言い忘れてた、陰の防御タイプですね。陰の防御ね。はい。はいということでございましたけど、ね、やっぱりまだあのタイマン専用と言われておりますが、あれはついてないんですね。ボススキルついてないし、ついてない。タイマンに強いキャラクターをブラックは出していくよってコンセプトだったのに、ね、アビリティの1は何なん？アビリティの1はこれはね、タイマンとはちょっと関係ない。タイマンでも強いよっていうことなのかな。ブラックがちょっとまだ位置づけがわからない、ね、なんかまだまだなんかこう芯が通ってはないんだろうね、うん、まあまだ試行錯誤中なのかしら、うん、と思いつつですけど、だったらこれ第一弾で持ってきてくれてもよくないですか。第一弾でね、でドーンと出してくれた方がおーってなってるな。荒川さんって。ねえ、まあ。欲しいよ。パッケーも。かっこいいな。うん。で、あと、まあ、あれだと思うけどね、あの、ドンパチでも使えるのは間違いないと思う。そうだね、もう。うん。あの、あれですけど、陰の防御ってことで、あの、風間のおやさんぶっ刺さっちゃうけど。うん。あの、追撃も食らっちゃうしとか。うん、うん、そうだね。いろいろあるけど、まあ、競争24000かけますよっていうのもかなりのもんですし、うん、バトル開始時に 50% も回復されたら、全体で打つかも。うん、そりゃあね、っていう感じですし。ちょっと使い方が、あれかも難しいのかな。なんか、ルッチな、どうなんだろうみたいな感はありつつ、うん、まあでも、闇討ちはね、まあ、腐らないというか、うん、うん、使うところはもちろん使うと思うので、うん、まあ、そう、あの、闇討ちと強襲に関して言うと、今まあ結構その、両方その奥義持ってて、かつ、アビリティの中に威力アップというか、パーセンテージアップが
ついてる人たちもいっぱいいらっしゃるので、うん、そっちがちょっと、うん、これ使うっけみたいなところもあったりするんでしょうけど、うん、まあでも全然強いと思うよ。ボススキルがじゃあなんかとんでもないの持ってくんのかな、ね、まだちょっとそれがついてないからわかんないね。なんとも言えないけど、まあ、あでもね、今回しておかないと、ね、後でつく、後でつくのかな、うん、11月くらいっていう噂でしたけどなんか、ね、まだだからちょっとわからないけど、まあ、でもその時はその時できっと出るんじゃないのって気がするけどね、まあ、そうだね、うん、まとめてブラックカードガチャみたいに出るのが出るんじゃないかなと思いますけど、まあまあ聞いていきましょう、うん、はい、とりあえず春日にしてみたい。おじゃあ来るんじゃねえかみたいな。そうだね、したらば林さんだもん、そう、助けに来てくれんじゃねえかみたいな。ガチャへようこそ。気がしている。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。林さん、うん、かっこいいけどな、本当にかっこいいけどな。2%ですね。2%。でも他は、あ、決戦カスが入ってるね。お。とか、四天王も入ってるんですね。うん。あ、かなりまあ、ガチャの内容はいいんじゃないですか。うん。みんななんか本編で、今回ストーリーに絡んでるような人たちがみんな。人たちだね、ほ、うんとだ。勢ぞろいという感じでございますけど。まあね、ダイヤないのよ。ないよ。とりあえず。それはないよ。みんなないで。だから、もう、単発5回。5回。5ね。うん。よし。で、行く。行きまーす。5回で来い。まず赤文字出してくんないとね。そう。春日が、待ってるよ。待ってんだよ。来た。ちょっと待って。待ってるって言ったから。来た。いや、割れてこれ来たでしょ。割れて、これどう割れてくれればいいじゃん。割れてよ、さあ。違う。ああ、まあ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 、ありがとう。でも、鏡が来たから、まず鏡と戦うってことじゃない？倒した。いや、じゃあ、間に合わねえんだ。そしたら、いや、ま、一応間に合うか。一応間に合うよ。五校でしょ。うん、だから、鏡、ヴィンセント、三国さん、うん、沢城さん、うん、荒川の親さん。そう。よし。ギリ間に合う。ギリ間に合う。そんなに出したらやばいぞ。そんなに出したら、気持ちが悪い。なんかこれが今、これが今、ヴィンセントが、この分、ヴィンセントの分、ヴィンセント逃げた。逃げたの ?3 回目。早いって単発だし。次が誰だっけ？次、三国さん。三国さんの分。もう、コズブ。で、次が、沢城の分。あ、違う。沢城。そう、沢城です。そう。いやー、白いな。そういい、あ、ずっと青い。沢城さんの分だから。次。ここですよ。次が勝負。ここで来るはずよ。ここで、荒川さんの分だから。行くぞ。うん。これが荒川さんの分、うん、あ、いやでも、うわ、ダメ。荒川さん、ダメだった。どうしよう。いや、まだあるで。そうだよな、まだね。でも、ゆきちゃんとかが待ってんの。待ってるで。だから、我慢する。うん。ここは、残念だけど。うん。我慢します。じゃあ、あとは、ポチに変わります。はい。はい。ポチの番。はい。ポチも5回。おお、5回行く。5回。なるほど。同じにしようと思って。はいはい。5回やるよ。行きましょう。だから、鏡さん、ヴィンセント、うん、三国さん、沢城さん、荒川さんって出てくるはずだから。ね、それはそうだから。だから最後に荒川さん出てくる。うん。お願い。3倍になってんだからね。そうだね。2%。2%だから。2%。2%って、
2% よ。嘘だよ。バカなんだ。2% ってさ、2%。まあ、なんだろうね、まあまあ出るような気がしてしまうのは。あ、そうだね。まあまあ出る方だと思うよ。まあまあ出るんじゃないかと思ってしまう。日野さん来ちゃった、最初に。そうだね。2%の奇跡。ダメだ。青いけどな。それじゃダメじゃん。これじゃ金だよ。金ばっかり。耐属性ばっかり。耐属性。あれ？耐属性じゃないよ。陰属性がいいな。最後に陰線って。はい。え、もう青ばっかり。ずっと青いじゃん。赤だ。ごめんよ、悪口言ったからか。金ばっかりって。今何回？1、2、3回目。次4回目。白。ダメだ、赤文字が来ない。赤い。赤いけど。赤いよ。赤文字じゃない。あー。これは。これ金じゃない？これ金赤かな。あ、金だね。あ、え？え？これ、え、待って、ここが、沢城さんだ。1番。あ、呼んでくれるんじゃない？呼んでくれるんだ。あ、じゃあこの流れで。この流れで。この流れで。ラストだね。ラストです。1番からの。1番呼べ！あ、呼んで。自分はさやじまさん。さやじまさん呼んじゃったの、うん、関係ないとき。今回に関して。ってこった。まあ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 、しゃあないですよ。まあまあ、まあ、今後またね、うん、出会えることをね。そうですね。祈ってね。祈っていきましょう。おしまいにしようか。ええ、また出なかったな。これで東京ゲームショーでまたなんか来るとかないよね。いや、ほんと怖いんだけど。やだよ。もう。ちょっと。まあでもちょっとずつダイヤ貯めておこう、ね、そうだね、怖いから。まあつってもこの後ゴールマジマが待ってますから。それはもう絶対に取りに行くから。そうですね、絶対取りたいんだよね。でもガチャ券があんまりないから。そうだね、まあそこはあ、ね、まあそれはまた別の動画だな、貯めていこうと思いましょう。はい、そうですね。はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。